どうも、後期の母の香りです。今日はどうもありがとうございました。でも残念なことに我が家とは縁がなかったということで、どうぞお元気でね、アスカさん。待ってください、香織さん、私の何がダメだったんでしょうか。このままコウキさんとのことを諦めるなんてできません。はい、本日は結婚の挨拶ということでお家にお邪魔させていただきました。ですが玄関から先は上がらせてもらえず、お話もろくにさせてもらえないままで、こんな状態では彼との結婚を諦めきれません。あなたの気持ちなんてどうでもいいんです。あなたは息子にふさわしくない、この事実だけあれば十分だわ。一体何がふさわしくないんでしょうか。自分で言うのもあれですが、会社経営もしており、社会人として、大人として、女性として十分に自立しているつもりです。確かにその点は素晴らしいと思うわ。うちの後期も大企業で活躍しているし、そんな息子にも引けを取らない女性なんてなかなかいないもの。ではどうして私たちの結婚に反対されるんでしょうか。いくら地位やお金があっても、結婚するなら子供のこととかも考えないといけないでしょ。だからね、嫁となる人の顔があれだとね。ええ、ご存知だと思うけど、息子の後期はそれなりに顔立ちが整っているでしょ。だからきっと子供ができたらその子も顔立ちが整っているはずよ。でもそこにもしお嫁さんの DNA が邪魔をしたらねえ、子供も後期もかわいそうでしょ。あの、おっしゃっている意味がよくわからないのですが。じゃあ自分の顔を鏡で見てごらんなさい。そしたら結婚を反対される理由がわかるはずよ。それじゃあね、あなたがあなたに似合う人と出会えることを祈っているわ。こんにちは、コウキの妹の萌です。先ほどは母が変な連絡をしたみたいですみません。萌さん、こんにちは。今日は同席してくれてありがとうございました。と言っても玄関でのご挨拶になってしまいましたけど。大丈夫ですよ、特に気にしていないので。それよりも母からの連絡は随分と容量を得ない連絡でしたよね。まあそうですね、私に反対する理由が不明確というか、なんというか、鏡を見ればわかるからしか結局教えてもらえなかったんです。母は昔からそうなんですよね、遠回しすぎると言いますか、確実に相手に言いたいことはあるはずなのに、変なところで上品ぶって直接的には言わないというか。はあ、なので母の代理として我が家の相違をお伝えします。きっと母のあのラインじゃ、アスカさん、諦められるものも諦められないですよね。ではお伝えします。ブスは我が家に必要ない、以上になります。え、母が言うには、二重でパッチリ目の我が家の DNA に重い一重の DNA なんて入れたくないとのことです。ちょっと待ってください。え、結婚に反対する理由ってそれだけ？私の目が一重だからって言うんですか？細かく言うとその他にも理由はあるそうですよ。鼻がそこまで高くなくてぺしゃんこだとか、おでこが広すぎるとか、肌が色白じゃないとか、まああれですよ、はっきり言うとアスカさんはブスだってことです。そして母はブスな嫁は必要ないと言いたいんです。ブスって、でもコウキさんはそんな私を妻にしたいって言ってくれたんですよ。顔の美醜の判断基準は人それぞれですけど、息子さんの意思は尊重されないんですか。息子さんのコウキさんはそんな私を好きだと言ってくれているんです。ごめんなさい、その兄も婚約破棄でいいと言っているんですよね。え、やっぱりブスすぎたかって隣で笑ってますよ。なんならもう早速次の彼女探しを始めていますから。どういうこと。女社長と結婚したら紐になれると思ってあなたと付き合ったみたいです。でも母がそこまで反対するなら婚約破棄でいいって言っています。残念でしたね、兄にあっさりと振られちゃって。嘘でしょ、そんな私の紐になりたかっただけって。萌さん、隣にコウキさんがいるなら代わってもらえますか。実は何度連絡をしても返信が来ないんです。は？誰がブスに取り次ぐもんですか。いい加減に諦めてくれませんか。ブス女はどうやっても兄と結婚なんてできないんですよ。え、我が家の相違だって最初に言いましたよね。あんたみたいなブスは兄の嫁にふさわしくないんです。
これは母も父も妹の私、なんなら兄自身もそう思っていますから。そんな、ブスのくせにうちの兄と結婚できると思い込んでてバカみたい。身の程を知ってくださいよ。こんなのっていくらなんでもひどいです。婚約破棄の理由がブスだからって。あなたもあなたのご両親もコウキさんも人に言っていいことと悪いことくらい分かりますよね。分かるけど、ブスなら別に問題ないでしょ。だってブスには人権がないんだもん。は？だいたい顔だけがブスだと思ったら大間違いだから。あんたはメイクも超ブス。玄関であんたの顔を見たとき笑ったわ。何あの眉毛とアイシャドウ、薄すぎてブスが強調されてるから。婚約者のご家族に会うのに濃くて派手なメイクだと敬遠されるかと配慮したゆえです。ブスの顔を隠すには濃いメイクしかないっつーの。すっぴん風ナチュラルメイクで盛れるのは真の可愛い子だけだから。はあ。それにあの真っ赤な口紅も超ウケた。ブスのくせにメイクの勉強したことないとか終わってるから。あの口紅は私のお気に入りのカラーです。勇気の出るメイクグッズといいますか、ここぞという時にこそ使いたい私の特別な口紅です。ならせめて自分に似合うものにしなよ。あんたどうせ自分がブルベかイエベかすら知らないでしょ。ブスは男を漁る前にまずは自分の顔面を気にした方が絶対にいいから。なぜあなたにそこまで言われないといけないんでしょうか。結婚を考えていた人に捨てられ、その家族には徹底的にバカにされ、正直言って不快でしかありません。あーごめんね。私超メイクオタクでアイドルオタクでもあるの。だからブスとメイク下手な女を見るとついきついこと言っちゃうんだよね。はあ。まあでもあなたもこれを機会に少しは自分を磨くといいよ。彼にも女社長なんでしょ。こんなブスじゃ社員もついていかないって。あ、社員以前に世の男性全員ついていかないか。あんたみたいなブスが嫁って不釣り合いすぎだから、家に帰ってブスは鏡でも見て泣いてなさい。では内定を取り消しますね。え？ブスに人権はない、ブスは鏡でも見て泣いていろ。萌えさんの考えは当社の理念と大きくかけ離れているようですね。え？当社？コウキさんとの婚約破棄の件はかしこまりました。復縁する可能性は 1% もないということと、自分の男を見る目のなさが分かったのでもう十分です。今までありがとうございましたとコウキさんにお伝えください。そして萌えさんも当社へのエントリーありがとうございました。後日萌えさんには内定取り消しの連絡を改めてしますね。え？なになになに、一体何の話？なんで急に私の内定の話が出てくるの？しかも内定取り消しって全然意味が分かんないんですけど。萌えさんってドクター B ラボって会社から内定をいただいていますよね。私その会社を経営しているんですよ。はあ？経営ってことは社長？はい。萌えさんには昨年からインターンとして来てもらっていましたよね。直接お会いする機会はインターン1日目の挨拶くらいでしたけど、自分の勤める会社のトップくらいはちゃんと顔と名前を覚えておきましょうね。え？ああでも内定取り消しになるので今更私を覚えても意味がないですよね。どうぞ私の名前も顔も忘れたままで大丈夫ですよ。嘘よね。あなたがそんな会社の社長って、しかも私が必死に頑張ってもぎ取った内定先の社長って。確かに必死に頑張ってくれていたようですね。インターンの時の評価は周りからよく聞いています。メイクへの熱い思いと行動力が評価されて一番に内定が決まったくらいです。そうなんですか？でも内定は取り消します。社長判断で取り消します。え？ああごめんなさいね。私これでもメイク会社の社長なの。だから会社理念と異なる人や見た目を小バカにする人を見るとつい自分から遠ざけたくなっちゃうの。待ってください。そんな、あのさっきのは全部冗談です。あの本心からの言葉じゃありませんから。今の言葉こそが本心じゃないわよね。内定取り消しが嫌だからって心にもないことを言うのはやめてください。でも私本当にあなたの会社に入りたくて頑張ったんです。メイク用品がめちゃくちゃ好きで、ここなら理想のメイク用品を作れるって思ったんです。なら
もうちょっと自分の立場ってものを理解した方がいいですよ。今時は採用試験中の発言や行動よりも内定を出してからの発言や素行の方が厳しくチェックされるものです。内定イコール就活終了じゃありませんからね。そんな私の会社理念は、その人が勇気を出せる唯一無二のメイク用品を作ること。その理念に反するような人は必要ありません。ブスに人権はないと発言をする人なんて特に必要ありません。待ってください、一度だけでも話を聞いてください。お願いします。私本当に御社で働きたいんです。まさか兄の婚約者さんが社長だとは思わなくて、私兄との結婚に賛成します。だからお願いします、内定取り消しだけは許してください。お願いよアスカさん、娘の萌えからたくさん連絡が来ているでしょ。私からも頼むから内定取り消しを考え直してちょうだいな。香織さんが断固として私に反対していたように、私にも譲れないものがあります。会社は私にとって大事な子供同然、その子供にあなたの娘さんはふさわしくないんですよ。そんなことを言わないでちょうだい。あの子はメイク用品の会社で働くことが小さい頃からの夢だったのよ。あなたの会社から内定をもらった時はもう泣いて喜んでいたくらいなんだから。萌えさんの熱い思いは会社社長としてよく存じております。しかしながら会社はイメージというものが非常に大切なんです。ブスは人権なしなどと発言する社員を雇っているとなると、会社も同じ考えなのかと思われてしまいますので。それならもう大丈夫よ、娘は改心したの。だからお願いします、内定を取り消さないであげて。なんだったら息子との結婚も認めてあげるから。嫌です、社長に喧嘩を売った者の末路です。何よ、人がこんなに頼んでいるのに社長ごときが調子に乗りやがって。はい、こっちが下手に出てるからっていい気になってんじゃないわよ、こんなブス社長が。そもそも社長独断の内定取り消しなんて不当なのよ。こっちが訴えたら勝てるんだからね。まさかの逆ギレですか。逆ギレでも何でもいいわよ、息子と結婚してもいいのよ。娘も改心したって言ってるし、内定を取り消さないとあんたのこと訴えてやるんだから。人をバカにしたり逆ギレで詰め寄ってきたり、本当いい趣味ばかり持っていますね。どうぞ、訴えるのは個人の自由ですから好きにしてください。でもこちらには他にも正当な理由があるということをお忘れなく。え、どういうこと。実は先ほど萌えさんの方から正式に内定辞退の連絡がありました。ま、萌えが内定取り消しのことなんてお母さんが何とかするって言ったのに。何ともできませんよ、そもそも萌えさんは大学を卒業できないそうですから。え、萌えさんの採用は新卒採用枠でした。なので単位が取れなくて卒業できないとなると、それは正当な内定取り消しの理由になるんです。単位が取れなくてですって。ってことはうちの娘が留年なんで。そんなの知りませんよ。ああそうだ、萌えさんには来年卒業できても今後二度と当社にはエントリーすら不可能だとお伝えしておいてくれますか。ではこれで失礼します。萌えさんが単位取得できなかった理由は、大好きなアイドルを追っかけすぎて大事な試験をいくつかすっぽかしていたからなんだとか。しかも大学では周りに、ブスなあんたらと違って私は努力してるからなどと内定自慢をしていたそうで、今は大学内でちょっとした笑われ者になっているそうです。そしてコウキさんは会社で俺の顔に免じてなどとふざけた謝罪で取引先を怒らせ降格処分に。香織さんはこれは全部あの女社長の呪いよと、なぜか私の会社の商品を買い漁っては、家族全員がこれ以上不幸なことが起きないようにと祈りを捧げているようです。よくわかりませんが大量購入していただきいつもありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。
それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。